皆様こんにちは、ひとすけチャンネルの中尾です。株式会社ひとすけの取締役 COO を務めさせていただいております。この動画は家工房フランチャイズの研修サポートについてのご説明になります。ぜひご確認ください。研修についてご案内をさせていただきます。家工房の研修に関しては10日間の研修をご用意しております。この10日間の研修、どこでご受講いただくのかということですが、横浜市港南区の競り街に研修所を設けております。その研修所で10日間ご加盟いただいたオーナーさんには研修をご受講いただいております。この10日間の研修で覚えていただく内容は何かというお話なんですが、エアコンのクリーニングをはじめとしたハウスクリーニング全般、それから庭の剪定、草むしりをはじめとした庭仕事全般、それから水道パッキンの交換の仕方、電球交換、家具移動、それからクロスの補修、部分張り替え、こういった内容の技術を覚えていただく研修になります。技術だけではもちろん通用しませんので、見積もりの出し方であったりとか、またはお客様のご自宅にお伺いした際の対応方法、マナー、そういったところまでこの10日間の研修で皆様にご指導させていただいております。ではこの10日間の研修が終わりましたら、いざ開業となるわけなんですけども、家工房の開業は何をもって開業かというと、皆様のチラシが初めて新聞に織り込まれた日が開業日になります。開業日から3日間ですね、本部のスーパーバイザーが皆様の開業した地域にお伺いをして、3日間同行してまずサポートをさせていただいております。新聞の折り込みチラシって入った初日、2日目、3日目と、このように一番折り込まれた初日が反響返ってきます。まず電話応対ですよね。これを加盟店のオーナーさんと一緒に本部のスーパーバイザーがやったりです。またお電話があったら次にお見積もりの日程決めますよね。そのお見積もりに一緒についてお伺いをさせていただいたり、作業も一緒にお手伝いしたりと、同行サポートを3日間ご用意しております。オーナーさんによっては地域のケアマネージャーさんと協力しながら高齢者のお困りごとを解決したいな、このようなお考えのもとで開業されるオーナーさんもいらっしゃいます。その場合には開業した地域のケアマネージャーさんのところにスーパーバイザーと一緒に出向いて、ご挨拶回りをしたりと、このようなサポートも3日間で行ってまいります。その後はどういうサポートがあるのかというお話なんですが、メール、電話、それから LINE を駆使しながらオーナーさんの困ったことを随時相談いただける窓口を作っております。家工房に関しては加盟店さんと本部が一体となってつながる自社開発したシステムを入れてるんですね。このシステム内で困ったことがあったら相談いただける助立ちという機能もご用意をしております。オーナーさん困ったことあったら本部であったり加盟店さんに直接相談をしたりということで解決していくことができます。フランチャイズのオーナーさんって孤独だったりするんですよね。そういうオーナーさんの孤独を未然に防ぐために地域のオーナーさんをお集めしたエリアミーティング、これを開催させていただいております。そうすることで地域のオーナーさん同士でつながり、コミュニケーションを取ることができますし、また本部から共有したい情報であったり、オーナーさんの成功事例を共有したり、そういう場としてエリアミーティングというものを開催させていただいております。年に1回全国大会という名称で全国のオーナーさんを一堂にお集めしたオーナー会議というものも開催をしております。ここでは全国のオーナーさんとコミュニケーションを取ったり、またはオーナーさんの成功事例、失敗事例を皆さんで共有したり、オーナーさんの1年の労をねぎらう場でもあるんですね。そのような場を年に1回開催させていただいております。ご高齢の方のお困りごとっていろんなお困りごとが入ってくるんですよね。研修で覚えた内容だけでは対応できないっていうこともたまに出てきます。その場合はどうするか、先ほどお伝えしたシステムの中にマニュアルの一覧が入ってるんですね。その中には研修で教えたこと以外に、例えば排水管の洗浄のやり方、埋め込みポストの付け方、インターネットの接続設定のやり方、インターホンの取り付け工事であったり椅子の張り替えに至るまで、様々なサービスのマニュアルが載ってます。
マニュアルを確認しながらご自身で対応できるサービスの幅というものも広げていただくことができます。家工房は自分で技術をしっかりと覚えて、その覚えた技術で高齢の方のお困りごとを解決して、そしてありがとうという言葉とともにお題をいただける、そこにやりがいを感じるなと、こういうお考えの方には非常に適したお仕事になります。